行えていません。この状況を打開すべく近く大規模な攻撃作戦を行うとの情報があります。なかなか死にやがらねえ。装填する。後ろだ。右だ。絶対だ。やってやろうぜ。ミッションを選んでください。難易度を選んでください。出撃します。本部の指示は？こちらゾーン1、敵接近。ゾーン2だ。こちらも敵が見える。ゾーン3、敵が来た。ゾーン4、こっちはまだだ。ここが最終防衛線だ。突破されれば市街地は壊滅する。敵はどれほど大軍だろうと食い止めねばならない。我々の後ろには守るべき人々がいるのだから。スペメンガヤ撃ってくるぞ。こっちの空爆はまだだろうか。戦術爆撃機ゾーン2に接近。空爆が始まる。浮かせに動くなよ。空爆が来るぞ。前に出すぎるなよ。空爆が来るぞ。ETF の出動だ。やったぞ。ざまみやがれ。宇宙人とやっつけろ。攻撃機ゾーン2の上空に到達。空爆開始。はっ。俺たちだけが強だ。さあやった。宇宙人どもやっつけろ。問題ない。死ぬ機動隊、空爆を逃れた敵を破壊しろ。地球を守るか。俺が倒れた後で衛星兵を連れてきてやる。不可能。こちらスカート、ゾーン3に敵が接近中。なぜ危険な任務に死ぬか。そんなわけないだ。ゾーン3への空爆を開始。気がついたら。こちらスカウト6、ゾーン1に大部隊が接近。合わせれば勝てる。絶対にだ。イエスだ。ゾーン1への空爆が開始されました。まだ敵がいるようだ。再び空爆が始まります。決めたぞ。俺が倒れたら、ゴーリナーども、地球が嫌になったか。死ぬと渡りたくない。イエスだ。新兵器はこちら使うと、シールドベアラーだ。空爆をものともしていない。機体からの答えだ。ヘクトルの周囲にシールドベアラーを確認。シールドは、クソ、厳しい相手だ。幸せか。防御スクリーンがある以上、遠距離からの攻撃は無意味だ。危険だが前進するしかない。タンク、前進して敵の注意を引け。防御スクリーンに近づくんだ。宇宙人のイメージが。歩兵部隊、タンクに続いて進め。イエスサー。持ちこたえている間に前進。防御スクリーンを突破しろ。お前も守ってやるよ。
ゾーン2に巨大生物多数。ゾーン2に再度の空爆が始まります。ゾーン2、空爆が来るぞ。ゾーン2、了解。敵が接近中。ゾーン4へ空爆開始。こちらスカウト、ゾーン5に敵の大部隊、すごい数です。なんて数だ。飛行ドローンの一部がゾーン2に向かっています。こちらゾーン1、敵は飛行ドローンに攻撃されている。今度は空から来るぞ。このままじゃ全滅だ。地上と空の両方から攻撃されている。持ちこたえるのは無理だ。こちらゾーン4、敵が多すぎる。空軍の支援が必要だ。ゾーン4、なんとか持ちこたえろ。飛行部隊に援護を要請しろ。飛行ドローンの攻撃は苛烈、持ちこたえられません。ファイターが飛行ドローンと交戦中。飛行ドローンの数が多すぎる。爆撃機は飛行ドローンから逃れるために作戦エリアを離脱。攻撃機、砲兵も作戦エリアを離れます。クソ、支援がなければ地上部隊が持たないぞ。飛行部隊が到着しました。飛行部隊、戦闘開始だ。空軍から通信。制圧攻撃機アルテミスの編隊が作戦エリアに突入するようです。バカな、飛行ドローンの餌食になるぞ。アルテミス、飛行ドローンの攻撃を受けています。アルテミス、半数が撃墜。敵を出迎えに行くぞ。ゲッツだ。制圧攻撃機アルテミス、作戦エリアに到達。空爆が始まります。来い、
れるといいな。ホエル危険だ。飛行ドローンの攻撃を受けるぞ。危険は承知している。だが地上部隊を見捨てるわけにはいかない。選んでください。難易度へ出撃します。巨大生物の出現データを分析した結果、このエリアに巨大生物の女王がいることが分かった。おそらくこの穴は地下深くまで続いており、最深部に女王がいるはずだ。女王を倒さない限り巨大生物は増殖を続け、やがてこの地区を埋め尽くすだろう。何としても女王を倒さねばならない。各員の奮闘を期待する。
ストームチーム、我々スカウト8が先導します。はっ、こっちです。ストームチーム、ついてきてください。敵を発見。戦闘を開始します。訓練の成果を見せてみろ。ゲッサー、生活のためだ。戦敵が近づいているようです。まだいるのか。大軍だ。どっちに行けばいい。よく見えません。
突入を開始する。レンジャーチームとストームチームは付近の敵を殲滅。後続部隊のために縦穴を確保せよ。